はい、え、それでは、えー、っと、函館2サイステークスと、えー、函館記念か。はい。えー、事後調査行きましょう。さあ、えー、っと、んちょっと待ってな。なんか商品さ、出てない。ちょっと待って、何これ。え、何なんか、え商品は、こちらなんか今、お これ知らバーミエグラセクエンドクンじゃ、なんか,何かななんか出ててんのえ、何やったの今、ちょ、ちょ、ちょ、待ちもちもって。サーモスち、ちょうれミネラルグレー、ちょう、ちょ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 、や、ょ、ち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 ょ、えー、ちょ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 、ち円ちょ、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 ち 来年までやってる。ういるかいるかいるかいや、わざわざこれいらんな。いえわ。でもありがとうございました。なん。何やろうなと日本ダービー T シャツウィナークーポデュースいやーいいわ。はい。いやそれでは箱札つに再ステークスか。頭数が15頭でフルゲート割れちゃいましたよと。はい。えっ、ー、と、<laughs> 褒め、 っていうのはちょっと大げさなんですけど、えっ、ー、と、人気3頭差し置いて、ベルパッションとクールベイビーで、前と一緒のこと言ってるんですけど、前ですか。はい、えっ、ー、と、函館2サイステークスは全走ですね。えー、基本函館で1200メートル縛って、 えっと、番手でね、馬群にちょっと中に入れて、最後、あの、抜け出す競馬したまたちが、まあ、強いよっていうことで。はい。まあ、この時点で、この絞り込みで、まず逃げ馬が消えます。えあとは、えっ、ー、と、外からまくってきた馬も消えますってことで。結構このガイドバが毎年少ないですね。でやっぱ馬群包まれて、抜け出して勝つ、新馬戦から、えー、あるいは未処理戦から、 なとてるやっぱね、この舞台だと一気に立とすとなって、えー、ね、もうあの、基本逃げてきた子たちの、こうね、あの、もう、一体一体の競馬って、まあもう、えー、先行列が激しいと。だった場合にやっぱこの馬群包まれてても頑張れる馬っていうのは非常に強いな。で、その中で注目したのはこのベールパッションとかですね。はい、前回も紹介しました。これ多分人気出ると思うんですけど、7番ですね。 えー、7番3、7番しかもね、多分ね、スタートそんな良くなかったちっちゃうかっか、これ。7番緑棒やったっけはい。緑棒、外の緑棒。そうですよね。はい。えー、ちょっとスタート遅れて、2、えー、の足ついて、で、ちょっと面ン被ってるんで見やすいと思うんですけど。はい。3、4コーナー中間で、えー、5、6番手に追いついて、時用紙の時期外じゃないですけど。はい。バグ、先端5頭を見ながらのバグの真ん,ん中の緑棒ですね。 はい、ここで外持ち出して、はい。まだ5、6番手ですね、ちょっと遅れて遅れて。200通過してからのこのゴーサインが良い。200通過してからのこのね、足の回転がちょっと良かったんで、はい、ちょっとこれはすごいなぁと思って応援してます。はい。で、えっとー、あとはね、ちょっとスカイキャンバスバスタコールロータスワンド、うん、ワンドね。 えー、さっき言ったとり、全部2ゲーマー。しかも、えー、使いキャンバスに限った1000メートル。えー、バスタコールに限った東京戦を、ちょっと舞台が異なってるんでどうかなと思。ただ、あの、来ないと言ってません。はい。街頭場優先するならベルバッション、クールベイビーであって、まあ、コンペティンコンサートも別に、あの、弱いとかそんなんございません。街頭場じゃないよってだけの話です。ちょっと待ってな。このな、ちょっと待って、アガシちょっと見させてごめん。アガシアガシアガシって、 あがし、ちょっと待ってな。これって、外から巻くってきた見てな。あ、れ、見たっけ見たあがし、あがし、あがし、あがし。あれちょっと待ってな。あがし、あがし、あがし。ああ、外からや。だから、こういう間じゃないってことだよね、これな。外から上がってきたのではない。そうそうそう。あ、そうそう。こうなんか。開かないだね。うん。もうらんよな。もうらんよな。もうらん、もうらん、もら,もらえー、確かおらんかったと思うけど。 たらすいません、これあ。しかも、まこで千二でねいでね。7も多分ちゃうかった。ちゃうかった、ちゃうかった。あと、それぐらいちゃうかえー、レガティアドールもちゃうかってちょっと外から持ってきたまやから、ちゃうね。あと、どれるのかな。ちなみに、この、あの、セイ、ゼイル、ゼルトザームこれは、ダートステンやんか、全く関係ないけど。 これはやっぱ馬群から、ああ、ちょっと馬群からやね。ああ。ただ、ダード1000メートルどこで街灯から外れますよってとこやな。そうやな。ちょっと、ダード1000メートルから来たらびっくりするもんな。んじゃあ、なしです。はい。なしです。ってことで、一応この、えっ、ー、と、事前調査とかも変わらんけど、一旦これで言っときましょうか。はい。箱立人際、出枠時まで決めて、さすがいいな。 誰になったかっていうと、えーと、結構多いね、これね。はい。ローシャンパーク一番人気ですかえゆるめちゃん。はい。あと、前にいるいです、一年ぶり。あと、早くも去年の発射って、ことで、このワンツ、えー。えブロード・フォーンが岩田康則さんですけど、これ自動は。うん、ドーブネ・ユタカさんと、新たの、横山武さんは前走で、えっ、ー、と、元もともえ賞で、一日着やったんで、はい、ここを釣りないかなと思ってます、っていうところで。 はい。注目2と言います。えっ、ー、と、去年の3着場で、まずスカーフェイス。えー、去年3着やったんじゃなかったっけごめんなさい。何着やった ?3 着やったよな。はい。えー、用紙版はね、悪くないと思っています。小回りも別にそんなに悪くない。うん。はい。で、えっ、ー、と、あの、去年3着の後は、えー、まず新潟記念。 えー、長い直線じりじり勝負はちょっと無理かな。はい。ワンタインですね。ディセンバー1008から、えー、中山金杯京都記念。えー、ちょっとね、舞台はしんどいとこやったんですけど、一応上がりは使えてます。はい。えー、大阪城ステークスで勝ちまして、えー、ダービー今日もちょっと距離短い中、中山はダメですよ。と。前走もなる大きい阪神で発着ですけど、上がりは3位と。 はい。えっ、ー、と、舞台がやっぱね、ここ、あの、箱立できたらもう一回ワンチャンあるかなと思ってるんで、ちょっと最近の舞台がよろしゅうないかな。まあ、その中で上がりはしっかり3位内をまとめてるんで、ね、えー、おとるはないと思ってるんで、去年みたいに一発あるかなと思ってます。うんうん。まあ、ちょっと離されての3直やったんですけどね。はい。えー、今年西村敦也さんに乗り換わるんで、 大阪城ステークスで今年勝ってるんで、まだ全然、開けないモードじゃないと思ってますね。ちょっとやっぱババが痛んで渋ってきた時の方がチャンスあるんで、美味しそう。はい。で、本命後半を前見ました。もうあの、シンプルに友衣装、巻き返し組みからですね、えー、前走休め系5着。えー、あとは、えっ、ー、と、ヨーシバディとクイーンカップステークスも4着。距離が短いですね。やっぱ2000メートル欲しいかな。はい。 よろしくお願いします。一応、吉場ではね、えー、参照クラスでも3着2回と、えー。吉場でそんなに大崩れしてないんで、中一周、友衣装叩いてここならチャンスあるかな。前走前も言いましたけど、別定戦で57やったっけせやな。57背負ってるんで、貧乏ですよ。これが55ならチャンスあるかなと思って、ます。うん。 枠はね、内目引いてほしいかな。内からさばいてほしいな。ちょっと、あのー、苦戦もを見た通り、外有利になりそうなところを、内からさばいてもの勝ちゃったんで。はい。えー、よろしくお願いします。はい。また明日は何やろ明日何時でしょうか。あ、じゃあ明日ごめんなさい。明日あれか。札幌にしたらなかっな。明日でもできるかな無理かな。明後日最悪本んなしかもしれんな。ライブはできると思います。毎日ね。ライブはできるはず。うん,ん、ライブできる。はい。 よろししくお願いします。ということでまた本ちゃんから頂しましょう。ご清聴ありがとうございました。